左官職人が仕事道具を使って仕上げた、固定。絵が浮かび上がるような作品には。大石田町の伝統と文化が息づいています。いろいろ職人の、技ってが、よその職人の。いいとこを見る。そういう。気持ち。 なければこ、こういうのは出じない,じゃないかな最上川流域で育まれた左官職人の高い技術、芸術の域にまで達した固定は、匠の技として受け継がれていました江戸時代、最上川最大の船着き場として栄えた大石田町。 町内には今も土蔵が点在するなど、歴史的街並みが残っています。<laughs> この地で砂漢業を営む伊藤富代さん、81歳。固定の技術を伝える数少ない砂漢職人です。固定、うん、となれば立体感をしなければならないと。立体感を出さないと魅力はないと。 医科医さんのの場合と違う魅力じゃないかなと私はういうう思います左官の仕事で代表的なものが建物の壁を塗る作業小石灰に砂や糊などを加えた漆喰と呼ばれる材料を使って仕上げていきます左官道具のコテで仕上げたことから付けられたコテという名前 鶴や亀などが描かれた作品は無病息災や商売繁盛などを願って家や土蔵に飾られました古定が大石田で作られるようになったのは明治に入ってから当時この地域では江戸時代の秀運で栄えた頃に作られた多くの土蔵を修復するため左官や大工が活躍していました やっぱり、お医者ってのは職人の街でもあるし。まあ、大体一軒にしとるや、職人より、おったもな。大工さんか左官が。固定は、左官職人たちの間に広がり。大正に入ると、芸術の域にまで高められました。大正ロマン漂う。 小花沢市の銀山温泉大正末期から昭和初期に建てられた旅館には色鮮やかな古亭が飾られていました宿の前にそびえるこの作品は昭和七年に作られたもの鳳凰と霧の緻密な作りに巧みの技が感じられますこちらは 日本の年中行事がが描かれた固定。点並最初はなんかこう、お客さんはええだと思って見るんですけども、固定で壁、漆喰で作ったっていうと驚かれますね、やっぱりね、何年も色が変わらないということ80年以上、風雪にさらされながら、今も色あせない彩りは。 観光客の目を楽しまませています。この間ね、日光を島し見てきたの、400年、改修されたあと、それよりも綺麗ね、大正ロマンなんて大したことないだろうと思って来たんだけど、<laughs> 全然違った。そこまでこうね帽子っていうのは、相当しくも、しっかりね、やって、やっぱりこ年代の深さっていうか、職人さんの技。 が、生きてますよね。いい左官職人の技が生み出した、固定。その製法は、漆喰を薄く塗った板の上に、下絵を描き。その上に漆喰を盛り上げて塗っていきます。立体感を生かすには。 もうそういうこういうコテを使わないとできないんじゃないかなと、私は思いますね、6、7種類は使うんじゃなないいかなと思います乾燥させながら、コテで輪郭や線を細かく刻み、形を整えると、浮かび上がるような絵が現れるのです。が変わる次第で色変わってくるから 色も飛ぶしね、ある程度、生のしっくいと、えー、乾いた瞬間、まるっきり違いますから。およそ20年前に固定を始めた伊藤さん。これまで手がけた作品の数は、点を超えます。この仕事で完成したいだけど、完成はならない、<laughs> 面白しくらい、また調整。 また挑戦するとそういうことじゃないか職人の町と呼ばれた大石田昭和50年代には300人ほどいた左官職人も今は10分の1となりました住宅の建築様式が変わり固定の技術を生かす場がなくなりつつある今 伊藤さんが担い手の育成について大事にしているのは伝えるということです大石田中学校の玄関の上に飾られた固定伊藤さんなど地元の左官職人が8年前に寄贈したものです教えるっていうのはまあ私は一緒にやりましょうと 伊藤さんは直接中学生の指導も行い伝統の技を次の世代へと伝えています体験会を終えた生徒たちからは感謝の気持ちとともに小さな希望も寄せられました左官職人も大工もかっこいい私も職人になりたい 魅力がだんだんやってればやってるほどだんだん出てくるんじゃないかなとそしてここは悪かったんだなこうだなっていう考えも出てくるんじゃないかだんだんとそういうつながってくれればね今の子どもたちが掘りしたいなってなってくれればいいんだなと思うんだけど。